おはようございます。今日は5月の15日、月曜日ですね。朝の今11時なんですけど、今日はこれからエミさんと朝じゃないお昼ご飯一緒に食べてこようと思ってっていうのも、うちら今日で最後なのね、カリフォルニア。でその後帰る予定なんだけど、エミさんもついに帰ってしまうので、来週の中頃に帰るのかな、あの子は。だからもう今日で会うのが最後なのね、アメリカで。まあ日本帰ったら全然会うと思うし、こちらがね、日本帰る頃には普通にいっぱい遊ぶと思うし、まあうん、多分向こうもこっちたまに遊びに来たりとかすると思うので、まあ別にね、うちもアリゾナ住んでるからさ、今までみたいになんかしょっちゅう会えなくなるねって感じではないから、今までも1ヶ月に1回とか2ヶ月に1回しか会ってなかったので、まあ少し期間は長くなっちゃうけど、まあでもアメリカね、最後なので約5年間ぐらい一緒に、ほぼ一緒に過ごしてたので寂しいんだけど、なんでね、今日はお手紙書きました。名字書いてあるから隠すけど、手紙書きました。うちらなんか手紙とか書くタイプじゃないんだけど、まあね、久しぶりじゃないけど、せっかくの最後だからねと思って書きました。はい、ということで、ちょっと一緒に来たお店結構あるので、そこ行ってから後でちょっとご飯食べてお別れしようかなと思ってます。ご飯食べきました。最後にね、ベトナム料理をね食べようということで、まあ今ちょっと頼んだね、後で来ると思います。とりあえずこの超美味しい花だっけ、これ日本語でなんて言うんだっけ、生春巻き来たのでいただきます。ご飯来ました。私はチキン、バーベキューチキンガーリックヌードルで、レモングラス、チキンレモングラス、これなんだっけ、私です。名前みたいな、麺をここにディップして食べるやつ、なんかちょっと名前が分かんないけど、でーす、いただきます。はい、ということで現在3時になりました。ご飯の後ね、送ってってそのままお別れしてきました。なんか全然ね悲しくなかったんだけど、まあまたすぐ会うだろうし、私もね年末に会うかなって感じなので、まだ決まってないけど、全然向こうも多分帰ってくると思うので、まあそこまで悲しくなかったです。まあ別に、なんて言うんだろう、なんかこっちでできた友達とかだとさ、あ、こっちでしか会えないかもと思うんだけど、もう10年以上も友達なのでまあ何があっても別にずっと友達だし、どこに行ってもまあ会えるかなって感じなので、まあお互いね、別に日本人だから日本で会えるので、うん、まあということでさよならしてきました。で、荷物もね今全部パッキングしたので、もう3時なんだけど、ちょっとトラフィックがあるかも、渋滞がねあるかもしれないから、若干遅くなるかもしれないけど、まあこれから帰ろうと思います。9時までに家に着ければいいかなって感じなので、ちょっと8時過ぎるともうね日が沈んじゃうので暗くなっちゃうと思うけど、まあある程度は日がねまだ出てるうちに帰れそうなんで良かったですね。はい、ということで、もちくんもここで、もちくんも真ん中で今日はね一緒に、今寝てるけどね、多分ずっと寝てると思うけど、一緒に帰るので、はい、ということでアリゾナ帰りたいと思います。今途中のコストコで寄ってガソリン入れてます。すごい混んでて、なんでなのかわかんないんだけど、多分学校によっては今日からサマーブレイクが始まるのかな、夏休みがね。でうちのアリゾナのね姪っ子、甥っ子も今週で終わりで、来週の頭からもう夏休みで、8月7月の終わりぐらいまであるのかな。こっちはね学期が終わるので、ちょうどだから学年が上がる年っていうのかな、日本でいう4月みたいな感じだから結構長めなんで、だから混んでるのかなとも思うんだけど、わかんないけどね。なんでちょっといつもより時間かかりそうだけど、とりあえずまだ全然まだカリフォルニアなのでかなり時間かかると思うけど、ゆっくり帰ろうと思います。お家まであと1時間だけちょっと休憩してきます。はい、お家帰ってきました。超疲れた、毎度毎度ね。
結局9時ぐらいに着いたので2カ所ぐらい止まったけど、まあ予想通りぐらいだったかな。渋滞が途中で少しあったので、まあそこまで引っかからなかったから、うん、大丈夫だったけど、まあね、3時ぐらいに出ちゃうともうしょうがないので、しかも1本しかないから道が、まあ一応なんかカリフォルニアのまだ街の方はちょっと回り道あるんだけど、まあ、砂漠道に入っちゃうと、まあ砂漠道は混んでないんだけどね、いつもの一本道は混んでないんだけど、まあ大変でした。先生もお疲れなんで、はい。でね、もちくんも多分疲れたと思うんで、今チキンを胸肉を細かくちぎって調理して餌と一緒に混ぜてね、今ご飯食べてます。ね、疲れたと思うからずっと寝てたけどね、子供じゃない、犬は疲れると思うからね。とまあそんな感じで、すっごいもう超疲れたので、ただ Vlog ちょっと編集したりね、いろいろしなきゃいけないので、まあ、今日もちょっといろいろやってから寝ようと思います。ということで今日の Vlog この辺で終わりにしようと思います。また明日の Vlog でお会いしましょう。バイバイ。